今回流木を拾ってきたので、いろいろと使う前に煮沸消毒します。やり方は至ってシンプルなので流れだけサクサク説明します。まずはお湯を沸かしましょう。お湯が沸いたら流木を投入、もう一つ投入、1時間は煮込みましょう。ザルにあげて洗います。そのままでは熱いので水で冷ましましょう。そしてジャブジャブ洗いましょう。布などを敷いて室内乾燥します。この段階では表面が乾けば OK。 その後は天日干しをしましょう。この段階でカラカラに乾かします。芯まで乾かしたいので最低でも2日は天日干ししましょう。お次はいろいろな種類を同時にやってみます。前回よりもアクが強いですね。一度お湯を交換しましょう。色が濃いので回数を重ねてみます。2回目は長時間やってみましょう。少し色素の出が悪くなってきました。まだまだ煮込んでいきましょう。さらに2時間ほど煮込んだ感じです。まだ色素が出そうですね。もっと煮込んでいきましょう。さらに2時間ほど煮込みました。だいぶ色素が出た感じです。紅茶みたいな色合いですね。先ほどと同様に室内乾燥していきます。種類によって少し調整が変わります。いろいろ試してみてくださいね。こちらが3日間天日干ししたものです。だいぶ色も落ち着いて良い感じです。あとはお好みでいろいろ使ってみましょう。例えば壁掛けを作ってみたり、バナナスタンドも良いですね。使い方はあなたの自由です。いろいろ楽しみましょう。いかがでしたか？とても簡単でしたか？いろいろなことに使えますので、ぜひやってみてください。まだまだ地味なことどんどんやりますので、お付き合いいただける方ぜひチャンネル登録お願いいたします。